勾玉の便箋。こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか？クリスマスはどうしていましたか？私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメイトとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で金井石をもらってきたんです。お揃いで勾玉のペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。クラスメイトと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。ふみのあや。おはようございます。男の友情はわからないけど、女性の友情は意外と脆いですよ。私、高校の親友に裏切られたんです。年末一緒にコンサートに行く約束してたのに、親友は彼氏とハワイに行ったんです。ひどい話でしょ。それで親友とは絶交したんです。ダメです。約束してたのに裏切るなんて許せません。温泉や土産屋さんもあって楽しいですよ。それと勾玉のアクセサリーが人気です。女性ですか？つまり胸元ばっかり見ていたんですね。ナンパでもしたんですか？でも勾玉のアクセサリーをつけていたのって女性なんでしょ？ナンパしたんでしょう。お気をつけて。Thank you.
あなた、また来たかね。いや、私じゃないで。そういえば、4日前の夜、誰かが来ちょったみたいよ。見たのは私じゃなくて息子なのよ。でも女の人だって言っちゃったわ。ほんなら私は買い物があけん。いらっしゃい。へい、白魚の刺身定食を一丁。大発見でやすよ。あまりにすごくて目を回さないでくださいよ。幽霊の出る日が分かったんでやす。そうです、ブログを調べたら幽霊が出る日は決まって。どうして知ってるんでやすか。大発見だと思ったんでやすがね。お待たせしやした。半額でいいね。いいが、それよりスタンプラリーの台紙は。今日はどこに行ってきたや。送迎か。昼時なんかは忙しいで、愛情報が少ないくらいだ。海の負債はここに来ちょっただ。ご主人は大学教授の立派な人だ。奥さんの陽子さんもいい人なんだが、時々辻褄の合わんことを言っちょったんだ。娘さんは亡くなっちょったに、いい貴重やな話をするだ。亡くなる前日にも店に来ちょったわ。以前より元気でとても幸せそうだった。娘さんがクリスマスパーティーをやってくれると言っちょったわ。じゃあ俺は仕事に戻る。Thank you.
くっていいよね。音楽のない人生なんて無駄。何かお探しかな。なるほど、では歌ってもらいましょう。はい、どうぞ。それなら石塚雄太郎かな。獅子田翔か。大林朝日ですか。大林朝日なら大ファンですよ。どういう詩でしたか。オフコース、わかりますよ。古い名前で店にいますですね。レコードがありますよ。この歌は両親が結婚、離婚を繰り返すことで名字が変わってしまった女性が離れ離れになった恋人になかなか再会できないという悲恋の歌です。昨日のあれはどういうことですか。無茶なことはやめてください。それで原因は分かったんですか。何ですか。あなたが血に見立ててジャムを使ったからでしょ。コチニールは着色料に使う食紅の材料です。食品の赤い色を出すのに使います。それと特撮の血のりを作るときに使うようです。何か関係あるんでしょうか。何ですか。西野さんのフルネーム調べてみます。しゅんさんのためなんですよね。